皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。高校受験対策、中学英語基礎ミニテスト、今回は A と B の会話が成り立つように括弧に入るものを選びましょう。こういう問題です。1番 A が括弧 Is Mr. Smith from、 こう質問すると B が He's from Australia、 こう答えています。 A は Who、いは where、うは when。 さあ、括弧にはこの I、U、どれを選べばいいでしょう。2番 A が How many classes do you have on Monday? How many classes do you have on Monday? こう質問して B が答えていますよね。さあ、 B は A だったら I have 5、 E だったら I study math、 U だったら at schoolこうなっていますけれど、どれを選べばいいでしょう。3番 A が括弧 Wake me up at 6 tomorrow、 そうすると B が OK、 こんなふうに答えていますよね。 A は Shall I、 E は Can I、 U が Can you。 さあ、どれを選んだらいいでしょう。皆さんはここで一度動画を止めて、どれが正解か考えてみてください。そして答えが分かったら、もう一度動画を再生して正解を確認しましょう。正解はこうなります。1番の学校には E を選びます。 Where、 Where is Mr. Smith from? Where ってどこって意味でしたから、スミスさんはどこの出身ですかという質問A の人がしているんですね。ですから B さんは He's from Australia、 彼はオーストラリア出身ですと、こう答えているということです。2番は How many classes do you have on Monday? How many classes do you have on Monday? この意味は、月曜日には授業何時間ありますか、こういう意味なんですね。ですから授業の数を答えている A、 I have 5、 5時間ですと、これが正解になります。3番括弧があって Wake me up at 6 tomorrow で、 B が OK って言ってるんですよね。ですから B にお願いしている文章、こうなるようなものを選びます。 A の Shall I は何々してあげましょうかとお願いの文章にはなりません。 E は Can I、 何々してもいいですか、許可を求める意味になってしまいます。 U の Can you、これだったら Can you wake me up at 6 tomorrow? OK、 私を明日6時に起こしてくださいという意味で B の人がいいですよと、こう答える文章、会話が成り立つわけです。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。